今日もですね、YouTube の読者さんにご質問いただいております。小笠などの、チューナップの話なんですけど、はいはい、小笠などのこうコンベックスソールの板をですね、チューンナップするときにこう、どういう考えでこうチューンナップされているのかなってご質問いただきましたので、よろしくお願いします。メーカーによってはそのいろんなこうコンセプトっていうかそのあの考え方があって、例えば海外のブランド、例えば SG さんというブランドだとか、例えばこういった、BC ストリームさん、はい、ですね、はい、これだとか、あと小笠原さん、はい、でこの今日本のメーカー の, その、まあ、どちらかというとそのコンセプトっていうのはあの湿節で、はい、あの要はまあ年中を通してその乾燥した雪が、積もり重なっているところではない、もうほぼその北海道であっても湿節に近いと、はい、という考え方をまずあの持っているわけです、まあ、大半が湿節、まあ、あの要は水分の多い雪と、はい、それが日本の雪ですっていうことなんですね。そのに関してはそのアイスバーンが多少あったとしてもあのやっぱりそのどちらかというと柔らかい雪が多くて、まあ水分が多い雪っていうのはあのどちらかというとそのあのコンベックス、例えばこうあのコンケーブっていうのはこういうことなんで、まあどちらかといえばそのコンベックス、この丸くなったような、はい、まあ、そういったものの方があの多く、はい、まあ、BC さんにしても、はい、この小笠原さん、はい、にしてもですね、まあ、そういった板が多いと思います、はい、それまあそれはそのまあ水分が多くてこう引っかかってしまう雪でもあの操作性がいいようにしてあるっていう、まあだから雪につく面積をいっぱい取らなくてもあのその方がこうまあスキッティングだとかですね、こうずらしたりとかすることも含めて楽だろうと、はい、ということですね。そういうふうであの多分作られていると思います。でまあ海外の雪っていうのは結構こうあの硬い雪が多くて、はい、やっぱりそのエッジのもう強くなくちゃいけないとか、あのトーションってねじれも強くなくちゃいけない、という考え方の板が多いので、まあどちらかというと SG はそこまでこだわってはないですけど、それでもフラットな板が多いですね、というところです、はい、まあ、その海外とまあ日本の違いかなと思います、まあ、あの乾燥した雪と湿節の違いかなと思います。そこに対してのチューンナップの場合ってどういうふうに、はいはい、そうですね、フラットな場合でいけば当然その、まあ、SG とかその、まあ海外の板さん板みたいに、まあ、フラットに近い板だとすると、まあ、必ずそのあの引っかかりが強くなってしまうので、あのもちろん滑走性はいいんですけど、あの面積が多い分だけだけど、エッジは ある程度ビベルしてあげるっていう角度をつけてあげるっていう、はい、ということはやっていくことは当然いります。で日本の板はそこまであの気を使うことはないんですけど、エッジは整えていくってことはやった方がいいと思いますという、うんうんうん、でもちろんワックスも別にこうコンベックスだから、はい、まあ入れにくいわけではありませんので、はい、まあ、あのエッジはちゃんと滑走面側とサイド側っていうのをきちっと研いでやれば、まあ、ある程度尖らせてあげれば、あの湿節でも、まあ、あのエッジが引っかかってしまうことはないですし、はい、っていう感じで加工していけばいいと思います。まあ、これはあのもちろんチューンアップをやってるところにお任せした方がいいと思うんですけど、ベース作りに関しては、はい、あとはご自分で触られる方はエッジの方だけは ある程度整えていただいて、そのたくさん削るっていうビベルをたくさんやらなくても、日本の板の場合は、まあ、滑走面からはエッジの方が落ちてますので、エッジ側の方が、まあ、それに関してはそこまで極端にこうビベルをのされる必要はそこまではないと思います。ただエッジが綺麗な状態を作ってあげるのは大事なので、はい、当然削ってあげたり、当然ですけどその今の、まあ、オイルストーンかなんかで仕上げてあげるのは錆防止のためにもいいと思います、はい、コンベックスってその板がフラットではない状態じゃないですか。それをチューンアップかけるときは、はいはい、板の形状としてはどういうふうにこう仕上げていくか。よく言われるのがその例えばそのコンセプトがたまたまコンベックスってこういう風になってるのに、はい、その例えば小笠原とか BC の場合をフラットにしてくださいって、もうこれほぼ無理だと思います。それをしてしまうことで滑走面側のその中心部が、はい、すり減ってしまって、はい、結局はその薄くなってしまうと、もともとこういう風に作ってあるのに
それをフラットに切ろうとした場合に、もうそれはもう無理がもともとあると。だからもうその板なりにやっぱりあの加工されしていくしかないと思います。そこまでされるならその板のメーカーをあのやっぱりどうしてもフラットが欲しいって言われるなら、あのフラットを出てるメーカーにされた方がいいと思います。まあそれが主であれば。だから小笠さんのコンセプト、 BG さんのコンセプトっていうのは当然ですけど、その今の日本の雪でその負担がなく滑りやすいっていうふうにのコンセプトで作ってるので、当然コンベックスっていう形を取ってると思います。それに合わせて加工していく。そうですね、それに合わせて加工していくパターンが、 そこまでこう極端にここ真ん中を削っていくなんてことをする必要はないと思います。まあ滑走面自体がこうやっぱりこうあの摩擦抵抗の少ない状態を作ってあげるように、あのチューンアップショップさんもやってみえると思いますので、まあ、そういう形でやっていくベースを作ってから、あの仕上げていく形がいいと思いますね。いつも YouTube チャンネルあの見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板で、まあ、維持の仕方、メンテナンスの仕方で、分からないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですね、どんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。